皆さんこんにちは。バンダイナムコエンターテインメントナルティメットストーム4ロードトゥーボルト担当の中川です。今回はナルティメットストーム4ロードトゥーボルトが2017年2月の2日に発売を控えておりますが、発売に先立ちまして全3回にわたり前作ナルティメットストーム4を使用してこのゲームの上達方法をお悩み相談という形でお伝えしていきたいと思います。さあというところで、今回の講座の講師を紹介いたします。石井さんです。よろしくお願いいたします。はい、石井です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。というところで、私と石井さんで様々なお悩みを解決していきたいと思います。よろしくお願いいたします。今回1本目は攻めの巻となります。ゲームをスタートして一番初めに悩むポイント3つをピックアップさせていただきましたので、そちらを紹介していきたいと思います。はい、では早速お悩み1つ目の方をスタートしたいと思います。このゲームですね、丸ボタンで結構最後までコンボが決まるというところが売りになっているんですけれども、こうやってですね、丸ボタンコンボしててもすぐに変わり身というのを使われてコンボが最後までつながらなくなってしまうんですよ。で、先生、こういった時ってどうしたらよろしいんでしょうか？はい、ポイントはキャンセルチャクラダッシュです。相手が変わり身をした場合にです、自分がコンボしていてコンボ中にもう一回チャクラダッシュを入力するとチャクラダッシュをし直すことができます。なるほど、変わり身をした後にスッとこう突撃していくような感じがあったんですけども、はい、あちらですよね。あれですね、はい、はい、じゃあ、変わり身をされたら三角×で、敵に向かって突進するっていったような形を取って、はい、すぐにコンボを再開するっていうことですかね？そうですね、はい、はい、わかりました。私もチャレンジしてみたいと思います。敵が変わり身を使ったら三角×を押して突進する、はい、はい、でそのまままたコンボを続けていくっていうことですね。そうです、はい、なるほど、はい、ありがとうございました先生。お悩み解決の一番としましては、変わり身をされたらキャンセルチャクラダッシュ。はい、では早速2つ目のお悩みに行きましょう。奥義です。奥義、皆さんすごくかっこいいので当てたいなと思うと思うんですけれども、なかなかこれがですね、敵に当たらないんですよ。ですぐに変わり身されちゃったりガードされたりでですね、もうどうしたらいいですか？はい、ポイントはガードブレイクアタックとサポートキャラクターの打ち返しです。まずガードブレイクアタックなのですが、方向キーの上ボタンを押せば発動できるんですね。ガードブレイクアタックを当てると一定時間相手は行動不能になります。そのタイミングで奥義を発動すれば当てやすいです。なるほど、わかりました。ガードブレイクアタックというものなんですけれども、こちらですね、全キャラクター右下と左下のところにですねあります、このアイテムパレットの上のところに入っているものですよね。ちょっと私もチャレンジしてみます。えい、あ、惜しい。あ、惜しい。あ、これ2回しか使えないんですよね。そうですね、はい。じゃあもう私は奥義が当てられなくなってしまいました。はいそんな時のために、はい、サポートキャラクターの打ち返しというものがあります。打ち返しを使ってどのように奥義を当てればいいのでしょうか？はい、打ち返しを発生させられるとですね、相手がこう跳ね返ってきて、跳ね返ってきた時に地上にバウンドします。バウンドすると相手が無防備な状態になるので、そのタイミングで奥義をちょっと早めに入力しておくと奥義を当てることができます。あー、はい、なるほど。バウンドしてボヨーンってこう上に上がった時にこう、はい、うまく叩き込むみたいな形。そうですね、はい、はい、では早速やってみたいと思います。まずこちらはコンボの方を、決めて打ち返しが、はい、今発生してますので、あ、ここで、はい、三角三角丸を押してバウンドした状態の敵に向かって、そうです、はい、奥義を当てると。はい、はい、当たりました。はい、はい、おめでとうございます。やっと当てることができました、はい、一歩上達しましたね、はい、ありがとうございます、はい、ということでポイントはガードブレイクアタックとサポートキャラの打ち返しでした。今回最後のお悩みに行ってみましょう。先ほどから、まあ、丸のコンボっていうところでいろいろお話をさせていただいてたんですけど、もうこれしか私かっこよく決められないんですよね、はいはい、もうちょっと新しいコンボをちょっと私もできるようになりたいなと思うんですけれども、はい、こういった時はどうしたらよろしいでしょうか？はい、コンボには実は3種類あります。今中川さんがやられているのは丸コンボですね。そうです、
丸ボタンもずっと画面で押します、はい、それ以外にも上コンボ下コンボというものがありまして、丸コンボを開始した時点から L スティックの上をもうずっと入力しっぱなしにして丸ボタンを連打すると上コンボをすることができます。なるほど、はい、確かに上に打ち上がってますもんね。そうですね、はい、はいはい、そこから打ち上がった相手に対して追撃ができるので、相手が打ち上がったらバツバツを入力して忍者ダッシュ。あ、今、はい、すごいナルトが近づいてきましたけど、はい、今のですね、はい、そうですね、はい、今の感じでバツバツで追いかけて、はい、そこから空中コンボを当てることによってダメージをアップさせることができます。なるほど、はい、ちょっと私も試してみますね。これだったら私もうまくできるような気がするんですけど、はい、打ち上げてバツバツで、あ、やった、で、叩きつける。わー、はい、すごい、あ、すごい、はいなんかちょっと初心者を出したような感じがするんですけれども、はい、今ので合ってます。はい、合ってます。上を押して、はい、バツバツで、あ、今シュッといきましたね、はいはい、で、はい、あとは丸ボタンをもう、はい、あの連打するだけで叩きつけてくれると。そうですね、はい、なるほど、はいはい、というところでお悩みの3つ目ですが、丸ボタンの、上コンボからのバツバツを押した追撃、こちらがポイントになってまいります。はい、ということで先生今回はありがとうございました。はい、今回の動画では攻めの巻きというところで、いろんな悩みをご紹介させていただきましたが、いかがでしたでしょうか。次回は守りの巻きをお届けしたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。ありがとうございました。